皆さんこんにちは、助産師のしおりぬです。性の話をもっと気軽にオープンにというテーマで今日も動画をお届けしていきます。さて今日はなんですけれども、巷でよく言われる安全日危険日本当にあるの問題についてお話ししていきたいなと思っております。実はこの安全日って本当にあるんですか、危険日っていつなんですかみたいなご質問って私かなりたくさんお受けしておりまして、まあ、皆さん結構気になるところなんだろうなっていうことを思っておりましたので、今日は解説をしてみたいなと思います。まあそもそもこの安全日危険日って何かって言ったら、まあ、安全日っていうのは避妊をしなくっても妊娠をしないであろうと思われる期間で、危険日っていうのは、まあ、避妊をしないと妊娠してしまう可能性が高いだろうって言われる期間っていうことなんだと思うんですけど、なんかそもそもこの安全日危険日っていう呼び方もんって思いますけどねなんかなぜ妊娠をしないことが安全なのか、誰にとって安全なのかとかね、まあ、考え始めるとキリがないのでちょっと先に進みますけど、まあ、この安全日危険日っていうのはまず結論から言ってしまえばないです。まあ、っていうのも人間の体に 100% っていうのはありませんので、この日は避妊しなくても 100% 妊娠しません、安全日ですなんていうふうに保証できる日はありません。まあ、なので妊娠を望んでないタイミングであれば確実に避妊をするっていうことは忘れないでいただきたいなというふうに思っています。まあ、その前提の上で安全日とか危険日ってどういうふうに考えられたものなんだろうねっていうことを考えてみると、まあ女性の体っていうのは生理周期っていう周期がありまして、だいたい月に1回28日周期ぐらいで女の人の体では排卵っていうことが起きますよね。でその排卵をした後、その卵子が妊娠をする能力を持っている時間ってたった24時間なんですね。それに対して精子が妊娠が可能な能力を持っている期間っていうのはだいたい3日から7日とかなり幅があると言われています。でその精子の3日から7日っていう時間と卵子の24時間っていうのがぴったり合わさった時に妊娠をしていくということになるわけです。で、まあ、排卵の後にその妊娠が起こらなかった場合には、女性が子宮の中で分厚く育てていた子宮内膜っていうのが剥がれて外に出て生理が来るっていうのが大体の1ヶ月の間に起こるサイクルになってきます。まあ、なのでいわゆる危険日っていうのはその女性の排卵の時期、まあ、大体は前回の生理が始まった日から約2週間後ぐらいですね。前回の生理の初日から2週間後ぐらいの日っていうのが、まあ、排卵って言って卵子が妊娠をする能力を持っている時期だから、このあたりの数日間で性行為を持つのは妊娠する可能性が高いだろうっていうふうに言われて危険日っていうふうに考えているわけです。で反対に生理の直前だったりとか、まあ、生理期間中とかっていうのはその排卵の時期からは大きくずれているから妊娠をしにくいだろう、安全日だろうっていう風な捉え方をされているわけです。まあそもそも生理中の性行為とかっていうのは女性もこう子宮の内膜、内側の膜が剥がれている状態だったりして、かなり感染症とかにかかりやすかったりデリケートな状態になっていることが多いので、性行為をしないか、まあ、するにしても必ず感染症予防のコンドームを使うっていうのは大事だと思っているので、そもそもそんなに推奨されるものではないんですけれども、まあどちらにせよそのあたりが安全日っていう風に捉えられているということなわけです。まあこの生理周期っていうのを利用して妊娠しやすい期間しにくい期間を考えるっていう方法自体は実は昔からまあ一つの避妊の方法として利用されてきた方法ではあるんです。その自分の生理周期っていうのを記録してそのデータをもとに自分が妊娠しにくい期間しやすい期間を算出するというグッズもあったりします。そのグッズがこちらですね。じゃん、このリズムダイヤルというものです。このリズムダイヤルどうやって使うのかというと、まず最低でも半年自分の月経周期を記録してくださいということが言われています。そして半年記録した中での一番長かった時と一番短かった時、その記録を使って自分が妊娠しやすい期間しにくい期間を探りましょうっていうグッズです。例えばここに例が書いてあるので一緒にやってみると、まず一番月経が短かった期間が26日、一番周期が長かったのが30日空いたとします。で一番最近の生理が始まったのが5月25日だとしますという例が載ってるので、それに合わせてみます。これめっちゃ難しいので使い方を理解しようっていうよりはこういうものがあるんやと楽しんでいただければいいですこれを使って
で算出すると、実際にこのダイヤルの中で出てくる妊娠可能な期間、まあ、いわゆる皆さんが危険日というエリアはですね、5月の30日から6月14日までというふうに出ました。つまりこれを使って考えてみると、もし妊娠を望んでいないのであれば5月の30日から6月の14日までは確実な避妊が必要ですって言われてるっていうことですね。割と長くないですか？なんか安全日危険日っていう言葉が使われている場面を思い出すと、大体なんか 2,3 日とか、長くても1週間とか、そんな風に考えている方が多いようなイメージを持つんですけど、これで言うと、まあ、月の半分は危険日であるという風に言われています。でしかもこれって比較的月経周期が安定してる人の話だと思うんですよね。大体月に1回コンスタントに生理が来てるから予測ができるっていう話で、例えば思春期だったりすると1回の月経周期が1月も経たずに25、6日だと思ったら、その後2ヶ月空いたりとか、まだまだ月経周期が不規則な方ってすごくたくさんいらっしゃると思うので、そういった中で自分の安全日危険日を確実に予測するっていうのはまず難しいのかなと思ってます。でしかもこの、まあ、リズム法とか荻野法とか言われる生理周期を使って避妊をしようっていう風に言われる避妊法の成功率って大体75% って言われてます。4分の3。なので、まあ、これで安全日危険日を考えてきちんと危険日を避けていたにもかかわらず妊娠をする人っていうのが4人に1人はいるっていうことですね。まあなので、例えば、まあ、いつお子さんができても困らない状況ではあるんだけど、なんとなく自分の妊娠しやすい時期しにくい時期を把握したいななんていう方が使うのにはいいかと思うんですけど、もう本当に避妊する必要があるのにこの方法しかしないっていうのはかなり危険だと思います。まあ自分の体をよく知るための一つの手段くらいに考えてもらうといいのかななんて思います。ということで、今回はよく皆さんからも疑問のある安全日危険日についてのお話をしてみました。少しご理解がいただけたでしょうか？この動画が少しでも役に立ったぞと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では今回の動画はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。